ばんは。こんばんは。倉島ちゃんです。今日はね、倉島と一緒に配信しようよっていう話をもともとしてたんです。そうなんです。あ、お話し会ありがとうございました。ありがとうございました。みんなありがとう、本当に。めっちゃ楽しかった。うん、ね、楽しかったね。楽しかった。うん。こんばんは。二人から通知来た。だよね、あれ誰だよ、一人通知来てない人いる、二人から通知来た。他の二人からってことじゃない？あ、そういうこと、うん、本当に多分信じて。じゃあ違ったら、フォローしてねって。フォローしてね、うん、キュンです。そうだね、キュン。ハートありがとう。八期だよ、八期4周年おめでとう。あいパチパチ。じゃあここの3人あれじゃん、大富豪のやつも一緒だった。あ、そうじゃん。なんかあれだなと思ったら、うん、そうじゃん。まだ言えんもんでさ、内容、うん、それな、うん、収録してきましたよ、100万円の、うん、見て、今日の服、うん、タイムリミットが短いのに その小話挟む。喋ろ、はい、喋りましょう。喋ろ、立てるとこ今日は、倉島とおしゃべりしたくて配信しました。じゃん、そこに参加してます。イエイエイ。倉島はティーンズユニット頑張ってね。ね、ありがとう。頑張れ。頑張ってね。ありがとう。頑張るね。え、あれ、来年の末じゃん、うん、来年の末は何歳なの？ 16? あれ、かおちゃんティーンズユニット参戦してる方ですよね。そう、でもかおちょっとまだ迷っとってさ。そうなんだ。どうしようかなと思って。倉島には入ってほしいなと思いますよ、うん、やっぱり同期に活躍してほしいな。8期ね、頑張ってほしいな、うん、頑張ってほしいですよ。いや、ほんとさ、最近すごい 、はい、思ったんだけどさ、うん、もうなん8期ってさ、めっちゃさ、もうなんか中堅みたいじゃん、もう今、うん、そうなのか、思わない？なんかこの前、うん、もう何とは言わないけどさ、撮影があってさ、うん、なんか結構真ん中の方にいたじゃん、わかる？あの列がさ、うんうんうん、でさ、もう、あ、もう中堅なのかな、自分で思って。あ、まあ、ちょうど半分だもんね。いや、そうそう、いや、だから本当なんかもっと頑張らなきゃなって。若手だよ。あれ気持ちは若手。もうなんか中堅にも なりかねる。まだ4年やで。いやけど、もう4年だよ、うん、捉え方だって。え、もうどう思う？私はまだ4年。結構さ、初めの方からもう2年とか思ってる。だから、本当に確かにね、それはあるの。そうそうそう、だから なんだろう、ずっと変わんないかも、でも、うん、気持ちは。ティーンズユニット若いね。若いね。私もティーンズ。若いよね。ティーンズユニットの意気込みをどうぞ。やっぱ、うん、ほんとさっきも言ったけど、中堅になってくってことで、やっぱ後輩も増えてきたから、うん、これからのね、好き引っ張っていけるような存在になるためにも、ここでたくさん活躍できたらなって思います。頑張って頑張れ。でもなんか昨日、倉島のショールーム見たんだよね、言ってたよね。でなんかその時になんかなんて言ってたんだっけな、なんか恥ずかしいじゃん、 なんだっけ、なんか なんか、うん、そんな大げさにはやらないみたいな、いつも通り頑張るみたいなことを言ってて、うん、いや、この年齢でそれ言えるのすごいなと思った、うん、ね、TikTok とかも頑張っとるもんね今。うん、報われろ、そろそろ、うん、ありがとう。かっこいいですよ。頑張れ、キュンです。あれ違う、キャンディーって書いてある、なんかこれキャンディーだよ。キャンディーって書いてある。キュンです。キュンです。見て、やれば可愛いね、それ。なんか今日のお話し会ですごい角度的にめっちゃやればない。前歯出しとった。お話し会の角度的にめっちゃやればが見えてて、みんなにやればやればって言われた、うんすごい、1000人いた。ありがとうございます。今日はすごいハッピーな一日でした。よかったね。はい、ね、ちょっと暖房来たら寒いかもしれない。寒いな。ちょっと寒がりだ。
そう、温めて。ティーンズユニットさ、ティーンズユニットなかなか狭き者じゃん。いや、本当だよね、そう。だって私も今不安でしょ。22人中6人だっけ。そうそうそう。あの、らしい。いや、マジで精神的にも来るよね。うん、来るよ、うん。まだ、あと投票まで2ヶ月もあるし、うん、投票期間20日ぐらいあって、速報とかもあるらしい。何日から？2月の頭だね。あ、そうじゃん、2月だ。たくさんできるよ、その間に、うん、そうだよ、アピールしよう、うん、皆さん、倉島頑張ってますよ。頑張れ頑張れ、優しい同期よ、頑張れ同期、同期、ね、大好き同期いるから。同期好きだよね、好きすぎて無理。なんか一人だけ青春ガールズ1年前だみたいなツイートして恥ずかしくなった。いや、そんなことないよ、私だって、あのね、誰よりも青がしたいから。私もそろそろしたい。青がやりたい。だって青がしてないで1年経ったって、さすがに私狂うよ。私もちょっと狂い始めた。ね、狂う。もうね、半年前ぐらいから狂い始めてて、もうさすがに限界来る。うん、いやでもなんか1000いいねぐらい来たから、なんかその青春ガールズ見てくれてた人いたんだな、嬉しいなってすごい思った。そう、ありがとうございます。でも今は違う子たちの青春を見てるかもしれない。そうですね。そうだね。シクシク。まあみんな各自チーム恋頑張ってますから見てくださいね。ほんとみんなバラバラな、何年も同じ公演してるけどね。ね、昇格した時から変わらないもんね。でも私 ST 入った時からやってるもん、入る前から、入る前からだよ、あれだよ、フェスティバル、フェスティバル、私、見てたの初日 DML で。あ、そうなんだ、すごい歴史だよね。そうだよ。でも絶対無駄じゃないんですよ、続けてることは絶対いいことだから、まあその時その時楽しみにしててください。うん、ユニットは変わった、確かに。ユニットはね、いい、変わってないから。何も変わってないよね。ずっと一緒だよ。え、暮らしもの、お手上げララバイまだ。待ってたの。うん、待ってた。知らなかったんだけど。絶対かっこいい。でも、可愛い声でお手上げララバイ歌ってほしいもん。いや、カップリングイズだから。可愛い、カップリングイズも大好き。いつも会ってくるかな。待ってたんだ。カップリングイズ。待ってる、待ってる。え、似合いそうだけどね、普通に。やりたい。うん。私も何にしようかな。涙いいよ、あやみちゃんやり。涙でいいよ。見てるから踊れるけど。うん、まだ16だもんね、うん。私やってそうじゃない？いやー、雷鳴のイメージが強いか。か雷鳴やったことあるんだよ。あ、やってた。なんか2回くらいやったことある。そのイメージが強いかも。雷鳴やりたい。そう、めっちゃあの子大好き。衣装が可愛いね。うん。うん、にやまる、その他アシスタントの皆さん、こんばんは。アシスタントやばい。メンバーですよ。メンバーです。メンバーです、かおちゃんです。やっほー。かおちゃんがいますよ。あみちゃん、最近女性らしくなったね。読み方ですね。ありがとうございます。みやまる、みやまるじゃない、みやまるだよ。みやまる、ブログ撮ったよ。ブログ撮ったってどういうことですか？メールかな、間違えちゃったね。ありがとうございます。また送りますね。まるまるメールです。倉島のメールってどんなんの？なんか、うん、みんなって結構さ、うん、長文書いてるイメージあるの、それなりに長い分、うんうんうん、私全然2行とかなの。でも時と場合によるんですよ、みんなの知らないメール、うん、今日はどういうの送った？今日まだ送ってないよ。今日はね、楽屋にいた時にオレンジジュース飲んでたから、うん、そう送った、写真撮って。かわいい、オレンジジュースだって。かわいいね、やっぱティーンズは違うわ。ティーンズは違う。ずっと水だったわ、今日。でも本当にね、うん、めっちゃプライベート、ね、すごいね、不審者みたいな格好もするし、何食べたとか送るの多いかも、うんうん、めっちゃ写メ送るよ、私どんな状況でも撮るもん。私は全部につけてる気がする。うん、写真は全部ついてる、うん、ねじゃないような動画見てた、あ
ありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。もう場面かほちゃんのメール気になるな。うん、かほどんなん送ってるんだろう。わかんないね、自分で。うん、今日何送ったっけな。お腹空いちゃった。お腹空いちゃった。写メ嬉しいだよね。やっぱさ、顔が見たいですよね。うん、わかる。私自分で自分のメール撮ってるんだけどさ、なんか開くと嬉しいよね。写真あると。写真あるとなんか。え、自分で自分の撮ってるの？うん。確認用。届いてるな。なんでよ。やばい、やばいでしょ。うん、ちゃんとお金払って撮ってる。なぜか。あゆかくんいる。終わる。めちゃくちゃあゆかくんの声するけど。うん。スピンの写真をもっと見たいです。そうですね。うん、でもたまに送るよ。待ってて。レアだね。レアだよ。やっぱさ、可愛い姿見てほしいじゃん。プロやな、ありがとう。ママも撮ってるの？あ、撮ってる。お母さんも撮ってる。え、恥ずかしくない？うんうん、全然。全然？うん、ほんと？か、お父さん撮ってたら嫌だよ。全然いい、全然いい。まあ、ほんとに、うん、オープンだね。そう、めっちゃオープン。仲いい。いいね、そうやね。8期のメール取りたいな。え、やめてよ。なんで？いいやん、そんな恥ずかしいこと起こってないやろ。まあね、でも8期だから8人無料とかにしたらさ、めっちゃいい。ほぼ取れる。めっちゃいいやん。うん、え、なんかさ、最初さ、無料期間みたいなのあるじゃん。あ、あれ、あれもう一回やりたいね。やりたいね。お願いします、モバジ。もう一回見たいね。見てるかな。見てるかな。見てないかもしれない。そしたら絶対になんかまた新しくなんか気になってくれる人いそうじゃない？うん、いいね、それめっちゃ良くない？うん、野村服可愛いなって着てる。昨日買ったばっかり。ふわふわしてる。ったね、そう、今日ね、さりげなくここにピンつけたの。可愛い。耳かけ。でもなんか子供っぽくなりたくなかったから目立たんようにつけた。いや、それができるのってやっぱバカさだなって思う。なんで？ここに、ここに、ここにあ、つけたらさ、やばくない顔が。え、そんなことない。けどさ、こういうのっていうよりかは、ピンならいけるけど。なんか普通のピンとかならいいんじゃない？そう、なんかさ、ルーちゃんとかさ、つけてるね、ユズもたまにつけたりしとるじゃん。ね、もういいなって、マーリンとかもみんなつけてるからさ、いいなって。確かに急にリボンつけ出したらさ、どうしたってなる。そう、顔つけれんから。クラシも可愛いね、私大好き。クラシも可愛い。ずっと言っとるよね、初期から。そんなに？めっちゃ可愛い。そんなに？本当に可愛くないですか。じゃあ、あれ、あの何プー紹介して、可愛さを。可愛さ紹介、うん、いいですよ、クラシマの可愛いとかその1。やばいやばい、マメにラインくれる。おえ、めっちゃ可愛いの、その内容がね、なんか寂しいみたいな。なんか顔文字がすごいみたいな、すごいシュンとした絵文字をつけて、寂しい一言だけ送ってくるんで、めっちゃ可愛くない？でなんかどうしたのって言ったら、最近同期に会ってなくてみたいな、めっちゃ可愛いんですよ。可愛い、こういうことかよみたいなラインをしてるんです。メモっとこ。あとはね、なんかなんかすごい、うん、なんかたまに、なんか真似するんですよ、私の、うんうん、なんかレッスンシューズを私が履いてたやつがあるんですけど、それが欲しいって言って、うん、ね、お揃いだもんね。うん、なんかしてきました。仲良しじゃん。それが可愛いです。ありがとう。それを受けて、あみちゃんはどうですか、みよまるの可愛いところとかありますか？みよまるの可愛いところ、うんうん、教えて、ぜひ。なんだろうなんだろうね、けど初期の頃とかは、はい、なんか、うん、本当野村拒否みたいな感じだったね。そんな時もありました。やってたね。今はなんか山越えて、山越えて、なんか普通になりました。イエーイ。喜んどる。幸せです。いや、これは本当にね、粘り勝ち。そう、勝った、私が勝ちました。そうツンデレを、はい、育成ゲームと一緒ですよ。
もう30分かな。かな。かもしれない。私倉島育成ゲームだと思ってるから。どういうこと？ちょっと頑張ってたくさん過ごして、うん、最初ツンだったのよ。それがデレになりました。可愛くない？めっちゃ可愛いね。っていう方です。ありがとうございます。ね、ありがとうございます。うんうん、2人のコンビ名は？あ、みよ。何？わかんない。サルとバス？何？あれ、そんな。ないんだよね、実は。そうなんだ。そう、決めたことない。うん。なんだと思う。サルとバスは初めて聞いたけど。七五五がそれ。あ、そうなんだ。七五五だけだったんだけど。ないんだな。あみよまるちゃんはあるんだよね。うん。水のあみよまるちゃんってある。あるね。ああ。よく無理につなげただけのやつ。でもなんか私と倉島ってないんだよな。野村と倉島なんだよね、ただの。うん、そう、野村と倉島っていう話をしたんだよね、ちょっと前に。ニコイチでいいですよ。ニコイチになってたんだよな。上がりませんけど、上がりませんけど仲良しだよっていうこと。野村と倉島です。かおちゃんは、なんだろう、カホ、カホマル。カホちゃんのこと話でした。カホマル。私とカホちゃんはカホマルで。カホ組みやすいんだよね。倉島とカホちゃんは、なんだろう、カホ、うん。難しいね。佐藤亜美。あ、そろそろ終わらないかな。そろそろかも。じゃあ、私はそろそろ終わります。ゆずさんの配信が始まった。またねー。ありがとうございました。またねー。またね。倉島頑張って。ありがとう。頑張って帰ってね。ありがとう。頑張れ。バイバイ。またね。ありがとう。今日はありがとう。今日ちょっとランキング見れないけど、バイバイ。ありがとう。知ってる知ってる。わバイバイ。チュ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 